はいみなさん、ボうもどうも投資家キューバーです。今日のテーマはこちらになります。貯金だけで資産1000万円達成する方法ということで話していきたいと思います。まず今日のテーマを選んだ理由なんですけども、投資しないとお金が増えないよとよく言われるんですけども、問題としてはそもそも投資できるお金がないということも多いかなと思っています。 ということで投資する前に貯金しないといけないということになりますけどもそれを貯金するためにはそもそも貯金力を再開にすることが必要になりますでそれを聞くとそもそも貯金力って何その貯金力を再開するためにはどうしたらいいのかそんなわからないよという方に関しては今日は貯金だけで資産1000枚を出せする方法を紹介していきたいと思いますで実際には僕も5年間かけて貯金するだけで 資産を一切も達成できますのでまののあるる程度今回の話はご参考になるかなかと思っていますということで今日の内容はこちらになります。まず収入の明確化。その後は手術の明確化。で、現状の貯金力の明確化。最後にこの貯金力をアップさせる交通について話していきたいと思いますのでよろしくお願いします。またこちらは僕のプロフィールなんですけども、興味がある方は見ていただければと思います。 また是非よかったらいいねボタンを押していただければ大変助かりますまた是非チャンネル登録もよろしくお願いしますそれでは始めていきましょうまず最初のステップは収入を明確にすることになりますけどもそれを聞くとそもそもいやいくらもらってるか分かってるぞと思っている方は多いと思うんですけどもここで勘違いしている方も多いかなと思っていますこの収入というのは給料ではなくて 手取りのこと,になりますということで毎年もらっている給料から税金所得税社会保険料住民税を引いて残っている手取りとしての金は収入のことになりますということでこちらの税金を確認する必要がありますで今回の手取りを明確にするための方法としてはまず源泉徴収票を確認する必要があります この源泉徴収票は毎年の12月に配布されることになります。こちらは、えー、社会人の方に限りますけれども、毎年年末に配布されています。で、こちらは実際の源泉徴収票の紙になりますけれども、いくつかの項目を確認しないといけないということになります。まず1つ目は支払金額のことで、こちらは1年間の給料の金額になります。会社からら支払っってもらった 金額になりますでそれに対しては税金としてまず源泉徴収税額ここで所得税の金額になります次は社会保険料等の金額ここで保険年金などの金額になってきますでもう一個先に説明したんですけどもこちらの住民税もありますけどもこちらは別途で確認します住民税決定通知表があるんですけども ここちらは毎年6月にに配布されることになりますで同じくこういった紙になりますけれどもこの紙を確認しますとこ,のここにある税額のこちらは住民税額になりますでまたこの住民税は毎月払っている金額としてはここの方にまとめていることになりますで具体的な例として独身で給料年間500万円の方は どの程度なのかを確認していきたいと思います。で、給料500万円から、まず所得税10万円を引いて、そこから社会保険料だいたい75万円。で、住民税は18万円。こちらの税金を全部合わせて引きますと、手取りとして残っているお金は397万円になります。で、こちらの金額に関しては、計算しますと、実は税金だけで給料の20%を 取られててしまっていることになりますということで、皆さんもそういうことなんですけども、週1日丸ごと税金のためだけに働いていることになります。次のステップは、資質を明確にすることになります。で、こちらも聞くと、いや、そもそもいくら使ってるか分かってるぞと思われた方も多いと思うんですけども、こちらも勘違いしていると思うんですけども、単にカードの明細書を確認するだけでは足りないということになります。 実際には、いつ、いくら、何にお金を使ったのか、こちらを明確にする必要があります。こちらを明確にするためには、一番重要なツールとしては、やはり家計簿になります。で、その家計簿の項目としては、例えば、こちらは僕が使う実際に使っている項目になりますけれども、例えば、家賃。で、住宅ローンを組んでいる方は、この返済額。あとは、水道工業費。電気、ガス、水道水。 通信品としては自分の携帯電話と Wi-Fi で食品に関しては自宅で取っている食費と、えー、外食と交通費日用品趣味レジャー旅行などのとその他の項目は挙げていますでただこちらはあくまでも僕の項目でもちろん皆さんに自分に合った家計簿をカスタマイズするのが一番重要になります自分に合った家計簿を作ることで必ず 続けることになりますすので一番重要かなと思っていますまた僕は実際にはもうエク l ル使って、えー、自分で入力してるんですけどもこれ面倒と思っている方はもうシンプルに自分の携帯電話にいくつかの掛けのアプリもあります例えばマネフォワードミーマネツリー財務とかもうこちらは自分の携帯電話にダウンロードしてあとは自分の銀行口座と連携することもできますので簡単に えー、記入することができますのでおすすめしています。で、実際にはこの質を全部確認することで、え、それ使ったっけと思っている方も多いかなと思っています。ただ、ここで一番重要なのは必ず全ての出費を入れることになります。で、こちらの全ての項目に全部きちりと金額を抑えれば、各項目の金額が割ることになりますので、合計で 毎月、また毎年いくら使ってるのか、この全体の指数を確認することができます。では次は現状の貯金力を確認することになります。まず1つ目のステップとしては収入を確認しました。この収入っていうのは、手取りとして残っているお金になります。こちらを確認するためには、源選徴収票と住民税決定通信票を確認しました。 2つ目のステップとしては、支出を明確にしました。こちらは全ての出費になりますけれども、これを確認するためには、家計簿を使います。で、そこから貯金となる金額は、収入から引いた支出になります。で、例えば今回の例でいきますと、例えば、給料500万円の人は収入397万円から、 出を引くと、例えば月20万円、年間140万円の出になりますけれども、こちらの金額を引くと、貯金として残っているお金は年間157万円、月13万円になります。で、こちらの貯金から貯金力を確認することができます。で、こちらの貯金力は貯金数のことになりますけれども、貯金をおる収入で計算しますと、今回の例では、 39%になります。で、貯金力、つまり、貯ョテ数は39%は高いのか低いのか、全体の日本の平均を確認していきたいと思います。で、こちらの表では、すべての年齢別の貯蓄テ数の平均になります。で、今回の例では、まあ、独身で、例えば20代の方では、平均で4 1 ということで、先ほどの39%に近いということになります。ただ、ここで注目していただきたい傾向としては、やはり年齢が高いほど、ここで出蓄率がどんどん下がっていく。まあ、例えば、結婚して、家を買って、えー、子供を産んでるとか、どんどん実際には、もちろん年齢が高いほど出蓄率が低い。という理由としては、やはり、セガ費がどんどん高くなっている、上がっている。 傾向にあるかなと思っています最後に、この貯金力をアップさせるためにはどうしたのか、そのコツを説明していきたいと思います。で、今回の話題としては、貯金だけで資産を1歳目を達成することになりますので、先ほど説明したとおり、貯金は収入から引いた質の金額になりますので、この貯金力をアップするためには、つまり貯金をアップするためには、収入をアップさせるのか、質をダウンさせるのか、 の2つの選択しかないということになります。で、収入に関しては、この収入を上げるためには、転職したり、複合したりをすることでできますけれども、その一方で、質を下げるためには、生活費を見直す必要があるかなと思っています。で、今回は貯金に、えー、焦点を当てられますので、今回はこの生活費の目直しについて、いくつかのコツを説明していきたいと思います。 で、こちらの生活費を見直すためにはどうしているのかということになりますけれども、簡単に言うと、いるものと欲しいものを識別することになります。で、こちらのコンセプトはもう以前の結構古い動画なんですけれども、えー、具体的に説明して,いきますしていますので、今回は簡単に説明していきたいと思います。で、もちろん、いるものに関しては、ないと生活できないというものになりますけれども、もちろん、ここで言いたいのは、ただ単に その下になることにではなくて実際に人によってはそのいるものが異なります。自分としての本当に必要なものになります。その一方で欲しいものというのはもうただの浪費になってきます。例えば本当にいらないのに買ってしまった。もう単純に無駄遣いになってしまった。つまりお金がもう捨てていくということになりますのでこちらを注意していただきたいと思います。で具体的な例で言うと例えばいるものとしては 筋トレしている方は、まあ、プロテインを飲まないといけない。で、例えば、スイッチとかゲームが好きな人は、もう最新のソフトを買わないといけない。田舎の方で住んでいる人に関しては、まあ、車がないと生活ができない。で、目が悪い人は、もうメガネがないと見えない。ということになりますので、本当に自分としての本当に必要なものになります。その一方で、欲しいものとしては、例えば、インスタベをターゲットしたお品ランチとか、ブランド品、まあ、服とか、カバンとか、 ただ単にその機能ではなくて見た目だけに判断されることかまた、都内に住んでいるのに車を持っていることとか、えー、また、毎年新しい携帯電話を買うとかこういったものに関してもただ単に無駄遣いになってしまいます。ということで簡単に言うといるものは自分の価値観に沿うものになります。自分として本当に何が必要なのか自分で判断することになります。その一方で欲しいものに関しては他人の価値観にそういうことになります。 なります。他の人は自分のことをどう見ているのかそれで自分の価値観を判断するのはそれは良くなくています。それでは今日のまとめに入りたいと思います今日は貯金力をアップするためのステップを紹介してきましたまず収入の明確化その後は支出の明確化で現状の貯金力の明確化 で最後のステップとしては、貯金力をアップするためのコツを紹介してきましたけど、こちらに関しては、いるものの明確なになります。こちらに関しては、自分の価値観に沿った本当にいるものだけを買うようになれば、必ず貯金力はアップさせますので、皆さんも実践していただきたいと思います。例えば、今回の例で挙げました、手取り収入としては397円の場合で、例えば仮に、 貯金としてお金は200万円もなりますのでこちらに関してはただ5年だけで資産1000万円を達成することができますで実際には今回の例では僕の話になります僕も実際には5年間で1000万円を達成した方法という人はコツコツと毎年200万円を貯めて達成することになりますので皆さんもご参考にしていただければと思います それでは皆さんご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思っている方は、ぜひ、いいねボタンを押していただければ大変助かります。また、ぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いします。月曜日、水曜日、金曜日、必ず、えー、動画をアップしていますのでごてす、ま、てのでのてのでご確認をいただければと思います。また、Twitter とブログもやっていますので、ぜひ、フォローお願いします。リンクは下の方に貼っていますので、ご確認をいただければと思います。 最後に皆さんから何か説明してほしいのがありましたらぜひ下の方にコメントしていただければと思いますコメントは必ず見ますので何でも言ってくださいそれでは皆さんご視聴ありがとうございましたまた次回で